了解ないといけないよ。どの試合でも冷静に。熱くなる時もあるけみんど。な準備完了しいろてんな村で対応していって、いきまーす。いろんな村で対応しないと人はうま役くなれ職ないをよ。お選びください。うん。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、狂信者です。人外が多いんだ夜けがど。更けました。え、俺人5狼分にの気4をなつんだけけてど。くださあい。のさ、マジでさ、どうなってんの？人狼の人、運営さんに言いたいんだけど、俺、人外やるのって無駄だと思ってるタイプだから、俺、無駄だけにしてくれない？もう。ついにゲームしたいのにね、一日の大半人外で人騙すだけってね、もうね、だけど敗損は押さないよ。一応、それやっちゃうとあれだから、つまんねえから。なんかすげえ夜4が番が明けま荒らししくさくた。なったら押すかもしんないけど。4番昨が夜変なは曲流誰しても荒ら死しにくまさくせなっんでたらし押た。すけ発ど。言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい。占い師でしたね。2番三四郎ね。この人狼殺業界で当たり前な言葉があって、統計学的に決まってるのは、女性プレイヤーは白ってこと。男性の方に人狼が多いからね。まあ男性陣は覚悟してね。色じゃあもうロックオンだからね。女性陣には甘いよ。だって確率論で考える、統計学で考えたらもうそう弾き出されてるからね。ちゃんとしたデータだからね、統計学とは。まあ役についてはね、騎士は潜伏ね。スリッチに上がったら出てね。霊能はね、初日に出てね。一周目でも二周目でもいいから。二日目だったらね、新芽取れるか分かんないよっていう。それぐらいだね。統計学でもう現れてますね。女性は白い。だからね、もう隠し白で置ける人を、占っても白。そして占わなくても白で置ける人がいたらね、もう狼はもう負けるんだから。だから早く自爆しなさい、狼は。もう時間の無駄だから。6番のプレイヤーが発言します。まあね、5番さんが、2番さんに白出したよ2番ね。で女性だったかどうかわ把握かんねしえ。ましやった。ぱりわかんねえ。適当に言った。魔法僕少女っもて書一いてる。瞬、話聞いてなかった。2平番和で女村性だっになるけ？までは騎士潜伏でいいまあ、と思いどっまちす。かといえば6番がかい。はい、で、6番、男霊も能女にかつわいかんてねえなけんですど。けど、2番って僕女は、性？スリーチに上がるまつ、で潜まあ、あん伏までりも聞いいいんてじゃなないっいてかさ、なまあ、と思っ少女ってていま書いす。てるはから、い。女性かスリーチなにと上がっ思っててか適ら当でにしもろったんだけど。遅くはないと思うの男で。性？これ。まあね、妻。しっかり、45番番とさん1か3番、番男だごっめんてなのさい、分なんかでっもてなんいでだけす。ど、はい。聞いてなかっすいたまの？せん、僕ねのなんか。話、急には。全く聞いキてシおりもまスせリーんでチしにた。上がったら言ってもらって、え？そんなこれ感じ4で番いいってと思っ誰？ています。対抗今出て男も、なのは知ってんだ両け方ど、フラットに2見番ってい俺きたいはと思男？います。よろしくお願いします。7番のプレイヤーが発言します。もちろんなんかね。6の印象はどうなんだ？狼は薄いかなと思った。理由はね、霊能ね、ツリー地に上がってから修行でいいっていうのはね、なかなか攻めた発言だなと思ったから。プッチ。入れねえんだああ、な5番さんは西ぁ。城じゃない騎士っか。て言ったんだけど、まあいいや。別に俺西人外だ城かだらいいとんだけ思ど。うよ。5番さんは、まあ統計学的に男性の方が狼が多いっていうのは、まあ、やってる人数が男の人の方が多いから、まあそれはそうなのかなとは思っあ、たもけとど。もらしいこと言うためで特に意味はないわ。まあ2番さんの発万言年か聞いらて女性かっプこレイよヤーるをか保護なしいようか、というか優聞く先のしようっとてまあだけ2の周話だ目かだら、ね、考察どこまで何にも意味は特にないよ。合うかなっていう特のに意味はない。ありますね。まあでも、どうせ俺全人然、外になるときにそんなに勝ち急5、いでない6、から、まあ2もっ周と目もからな。しい進行論述べてるのだけプだレよ。イヤーがもっとも発らし言いし進ま行す。論。はい、よろしくお願いします。私は村人陣営でした。で、5番さんが占い師で2番さんを白出すということで、2把番握しまし男性だった。たらどうしよう。魔で、法少女って書いてるから2番ですね、女6性かなっ番て勝手さんに推測して、と、8番かい？7あ、番6さかんい？も、じゃあ6、8は村6は分かん人ない。男陣営だか女でなのかいいの分かかんな。ないけど、まあ6、で、8をそうですね、保ま護しだ、て、男性ツリーわ地にか上げらよう。ないんですけどうど、せいいだろ、お遊びして。そうです宗教人だね。し。どうでもやらんとね、モチベーションが保てねえわ。ま適だ当ちに流すょっとのわもかつらまないらのないで、2から、週目もう、たで、とえ男性、狼だとしても、聞いてもう考釣えりたよいっと思せ。います。黒ぶ9ち込番むぜ。のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営でし男性た。陣に虫を黒ぶ倒すちことに込むですね。ぜ。
で、5番か2番にしなっても知らねえぜ。自分は6番さんの意見に賛成します。マジなゲーム展開にはしてなくて。知らない人が多いだろうが、俺のメタを。つられ、こういう時に、なるまでは出とかないと、多分。そっちの方が、結局、ベテラン勢が出るとね、多分俺の2設定もすっげすけになるから。はい、7番さんはそれで。占い師が出れないのはそういうこと、プラス話を聞かなきゃいけないのは、マジでだるいからっていう。見てんな。なんで村人陣営って。占い師は話聞かなきゃいけないのはだるいからです。教員がいるかもしれないので、はい、ですから出てないだけです。わかりませんでした。なので、ちょっと印象がかな。2番占い師はどうしよう。期待していますが。うん、5番さん、その、女性陣は確率論的に人狼陣営の可能性低いみたいな。結局これ同じなんです。3分の1と3分の2なんだから同じなんです。確かに女性陣が2、男性陣が7だったら、女性陣の方が低いですけど、3、6の場合は平等なんですよ、確率。そこしっかり計算して。1番のプレイヤーが発言します。5番さんが6、8、1、2って言ってたけど、女性陣じゃあもう俺7、9、3、4しか押せねえじゃん言ってたけど、なんちゅうこのなんちゅうまだ一周回ってないからなんちゅう戦いなんだろう。もう俺7、9君たちを押すからな。3人の意見を聞いてあどういう意味でも押すからな、うん、でなんかつまんないから、そういう縛りくれでもしないとつまんないなって思ってます、うん。そんなにガチガチに勝つつもりないから、あえて自分に厳しい。します。白出しありがとうございます。じゃあ私、占い師です。ランダム占いで4番白が出ました。いやこんな展開になりそうな気がした。5番。ここまで出ねえから。もうしょうがないんだよ。俺はもう女性に白打つって決めてんだから、もうしょうがないんだよ、もう俺はもう。はい以上です。だからな、男性陣をね、のプレイヤーが発言します。4番釣れねえのがや、畜生。はい、3番で発言します。4クロードでも4クロー。5番さんが2番さんに白出しで、それで、俺1周目は適当でいいんだもんだって。占い師でしょう。ただ、狼ね。ってことは、これ、どっちかが強化する。知らないよ、もう本当に。これは一応先輩。2番かまなかったら、もう俺知らないからね。先輩しないとダメだ。流れだな。6、8、1はね、正直に言うとね、今のところ、6はね、多分フラットと思う。普通しようと思うの。潜伏なんだっけ、霊能師の、つらいものの潜伏はかなり攻めてるからね。まあ、皆さんの経験を積んでもらうっていうためにもこんなもんでいいでしょ。俺は普通に6はシンプルに白だと見てる。こんな怪しい占い師を、ね。でもね、5と2の、どっちがね、今のところは、いいかった。今のところの発言だけだと5番さんの方が俺は白目にとって。2番さんの方が発言力が高いかもしれないけど、こんなうさんくさいやつを信じちゃいけないよっていう訓練ね。5番みたいなわけそこら辺のね、ライン講師等もできていけたらと思ってますので、よろしくお願いします。うん、多分まだみんな知らないと思うから、俺の新の占い師を知らない人が多そうだから、が発言しますってだけ、ね。はい、お願いします。2番さんが白出してくださって、で、5番が2に白出しと。そうですね。まあでもまあ自分は別に2が出してくれ、自分に白出したからといって、別に2を信用しようとは思ってませんで、別に5、うん、5を別に信用するわけじゃないけど、今はどっちも、まあ、確実にどっちかには、黒がいるってことですよね。これって、どうなんですかね、どっちかを山かけて釣るのか今日、それともグレーの人を釣るのか、ごめんなさい、教えてください、次の週の分かってる方。はい、で、あとはそうですね。確かに6番さん、3番さんみたいに6番さん の, その攻め方は結構白っぽいかなって思います。あと3番さん、バッと持ってあるんですけど、すごい振り回されてて、すごいなんかあれ当たりそうで怖かったです。以上です。5番のプレイヤーが発言します。うん。そうですね。もう釣るのはね、7、9、3。この3人ですね。もう、あんたたちはもう包囲されてますね。もう2の強人。そして私ね、6、8、1はね、絶対釣りません、初日。占えばいいだけですからね。狼の方が確率、統計学的に男が多いですから。7、9、3を釣るべきです。確率論で勝つためには。6、8、1は手はつけません。はい。まずは7、9、3の中で怪しい人を釣ります。男性陣はね、もうね、自爆した方がいいですよ。でも今ね、4番さんの話、私に占われたくないのかなっていうのを感じますね。2番は死んじゃないのかもしれないとか、すり寄ってる可能性もありますね。まあ、4、3、9、7の中に2郎いるんでしょ、もう。だからね、申し訳ないんだけどね、多分震えてると思う。もう自爆してもいいよ。うん。俺はね、ただまあ2番さんの強人のためにね、頑張りたいっていう、そのね、男としての気持ち分かりますよ。7、9、3、4番さん。だけどね、私がね、2の強が分かって、6、8、1を村で置いてる以上ね、
あなたたちに勝ち目ないんですよ。うん。だからもう諦めてください。793はね、もうね、こんな無駄な時間、占ったら私はわかりますからね、もう黒はね。もう793の中に2浪いますからね。もう諦めてね、もうね、自爆した方がいいですよ。もう681は釣りませんよ、初日は。統計枠で出てますからね。うん。初日釣るべきは、人狼は男性の方を釣るべき。勝ちますよ、私は。以上。6番のプレイヤーが発言します。ね、回ってきました。で、2番さんが、4番さんに白出しやったかな。うん、悪です。まあね、僕は2番さん強靭の線も全然あると思ってます。はい、ね、まあ両方フラットに見ています。ですが、5番さん、はじめの霊能者1周目で出てきていい。それが少し、うん、人狼に釣ってるのかなって感じ。だから5番さん少し強靭寄りかなって。まあ、けど占いローラの場面ではないですよね。はい。うん。ここ今日はグレランでいいと思っています。で、釣り位置で上がった人、もし役割なら役割とだけ言ってもらったらいいと思います。霊能騎士、言わなくていいと思ってます。今日はグレランですね。はい、8番さん2周目発言期待してます。はい。よろしくお願いします。声聞いたら男性だったんで6番つきますと言いながら、嘘、4クローズは。役割使用するんだったら、1人出たらもう1人も出てほしいかな。ほら、慣れてないっしょ、この人。あと、ね、6番さん、それするんだったら、一本釣り指定した方がいい。役職ケアのために。わかんねえよ、霊能にしときますか、とりあえず。てか、霊能がそもそも出ない。それ指定していったら、自分がヘイト溜まってるなっていうのわかるから。俺ただ、ね、人外で適当なことを言って、まあ、あんまりないんだけどね、役割って。まあ、皆さんにね、と2番と5番で2番の方が絶対死んだってことを理解する勉強だよ、これ。出ても、役こんな5番みたいな占い師信じちゃダメだね、もう。まあ、任せます、そこら辺は、うん。あんまり言葉は話さなくてもね、2番さんの方が。僕、1本釣りは3番さんかな。3番さんの目線ってね、こんな適当占いしね、6ってただの男の子じゃん。2は今日っていうの言ってたんだけど、最終的に2番さんは、狼かな、強靭かな。強靭かな。って破綻してやるぜってか、4番霊能かもよ。3番さん怪しかった。SG 値は81だよ。81っていうのはもう発言ほとんどしてないのと一緒だから。ここ SG 値ないから。2周目8番さん、1番さん、頑張ってほしい発言、村陣営だったら、ね。7番が言ってる通りだよ。でも今、指定は3番さんに入れときます。つまらんから。男性狼、女性の狼は知らんって置いといて、男性の狼白って言ってたけど、白の理由が攻めてるからっていう、僕と理由一緒だったんだよね。なのに僕のことは何も触れなかった。普通、同じ感情になるんだったら、僕も村寄りかなっていう発言があってもいいと思ってた。3番さん一本指定です。それしかないから。8番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、まあ、私も、まあ、グレーズ、最初は占い師2人は残しといて、グレーからつっていったらいいと思います。危険度はあるな、4クロぶち込む。まあ、6番さんが、4クロぶち込んでやるぜ。まあ、2番も、3と5番さん両方とも強靭っぽい。値したら語り入れるぜ。まあ、語り入れるぜ。釣り地を、釣り位置を把握したいので、役割を公表した方がいいんじゃないかということで、まあ、私もその意見には賛成です。で、まあ、7番さんもそうですね、2人役割、まあ、出てきてほしいっていうことですね。で、まあ、9番さんは私をちょっと怪しんでる感じで、それで、なんで私が6、あー!やばい。私が6、7、なんで村人だと思ったのっていうのは、ただ、6、7さん最初名乗ってなかったんで、まあ、村人なのかなっていう感じで村人だと思いました。で、そうですね、最初、誰を釣るか、そうですね、どうしよう。まあ、どうしよう。4番さん。4番さんは、まあ、ちょっとあんまりなんか怪しい点はなかったんですけど、まあ、無難にとりあえず4番さんから釣ろうかなと思ってます。9番のプレイヤーが発言します。はい、まず8番さんの4番釣りわけわからない。今日グレーランダムなのに4番さん白出されてるんです。その時点で4番釣ろうっていうのもおかしい。で、皆さん発言しっかり聞いてましたか？2番さんは
自分の時に5番多分偽って言ったんですよ。裏、2番さん真なら多分って言葉使わなくないですか？5番真、真じゃない、5番偽って言うじゃないですか。なのに多分偽っておかしい。で、4番さん、5、2どちらかに狼いる。5番さん目線2番狂人しかないんですよ。はい。そこおかしかったです。で、まあ3番さんに関しては便乗かな。まあそうですね、6番のあれみたいな発言だけ。って感じのイメージ。で、一番白いって見たのがわからない5番さん。はい。だって8番白はあなたのその統計、偽統計でしょ？言っときますけど、自分数学とかやからそういうの騙されませんか？うん。まあ一番白いっていうのはわからない。あ、はい。だって一番発言もあんまりしてないのに。うん。そこを気になりましたね。はい。現状ツリーチが。として1、3なんですけど、まあ、2周目、次の発言、1番さんが伸びてたら、まあ、3番釣りが一番いいのかなと思いました。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、以上。1番のプレイヤーが発言します。5番さんが男子に、なんか、あ、じゃあ、男子が人狼や、みたいな、言ってたんですけど、そんなん誰もわからへんし、誰が人狼とかもまだはっきり分かってないから、そういうのはあんまり言わん方がいいなって思ってます。で、今、5番と2番が占い師って言ってるけど、どっちか分からんから、なんか説明っていうかいろいろ話聞いて、で、なんか聞いていきたいと思います。とりあえず今のところは5番を釣りたいなって思います。2番のプレイヤーが発言します。9番が言ってたその多分っていうのはちょっと自分の言い癖でどうしてもなんか多分でついてしまうんですけど、それ本当に勘違い真似てしまってすいません。で、たとえ、占い師5番じゃないです。5番がさ、私のこと白って指してる時点で、まあ、間違えました。人狼じゃないです。地に行ってなんか反射してんだけど、エコーじゃねえけど、なんか跳ね返ってんだけど。可能性はもちろんあるんですけど、声は違うとは思うけど、可能性全くないんで。声は違うんだけど、その、お友達離れてるよね。離れてるんだったらいいんだけど。自分以外にしてほしいなって思います。いいんだけど、離れてるんだったらいいんだけど、なんか、後ろのあれの声の跳ね返りが似てんだけど。5番占いたいな。声は違うんだよ、これ。お友達。このゲームね、離れてやってね。まあ、俺別に勝っても負けてもどうでもいいから、俺の偽分かってんのかな。はい、3番です。発言しますと。だとしても俺はね、はい、ちょっと触れてられなかったのは、ちょっと申し訳ないなと思っておりました。7番さん、すいません。うん、4黒しか打たないよ、危険なところで。片1白入れるぜ。どうなんだろう。白が8白入れるぜ。今日グレランだけど、グレランかな今日は。でも、占い師も見つけといた方がいいんじゃない真の。だ今のところの発言だと、多分、5番が占い師で、狂人が2なのかなっていうのが1であるんだけど、俺の予想が外れてたあれなんだけどな。ほんまに。これで、ね、負けたらもう先輩なんやけどさ。どうなんやろ。俺的には今日2つってもいいんじゃないかな。だって発言とかをなんか若干怯えてるってかなんかよくわかんない。なんかあれだったっていう感じたんですよね。ちょっと一回。一回難しいか。怯えてるってかなんか自信がない。発言に自信がないっていうのを感じて、まあ普通自分が占い師だったら、もう普通に自分占い師っても強く出たってもいい、出ちゃってもいいっていう、そういうのが俺の中であるんで、俺的にはなんか2が若干怪しいかなっていうのが1であるんだよね。だから5が多分、マジモンのあれだと思うんだよ。占い師だから。だから2つってもいいんじゃないかなっていうのが俺的には1でありますね。はい。それでは次回します。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、ですね、2番さん、ちょっと挙動不審な感じはあるんですけど、でも、個人情報さっきパッて見たプレイ日数1日でまだ6回しかゲームしてないんですよね。はい。で、5番さんは、もう200日ぐらいやってるんですよ。なんで、
まあ確かに2番さんが出現、まあ始めたばっかなんで、ルールあんまよくわかんないっていう可能性もあるし、で逆に5番さんが慣れてるから、言い回しがうまい可能性もあるんで、それやったら今夜無理して駆け出て2-5とするんじゃなくて、俺は絶対普通にグレーつって、人数減らして人狼の確率をどんどん上げていっておいてます。で、次の日また5組の意見誰が占ったか聞いたら、多分おのずと出現出てくるんで、わかると思うんで、とりあえず今日は、はい、グレーでいいと思いますね。で、7が霊能師なのかな。はい、把握です。ただ4番が騎士であっても黒叩き込む。4番が騎士であっても霊能であっても俺は叩き込む。怒りますよ。4黒か1八を囲うしか俺は考えていない。4黒しか打たない。たとえ何があっても高速語り入れるからな。高速語り入れるからな。で、3狼だったら笑うわ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは怪しまれるわな。3番の遺言を発表してください。村で言ってるのかもしれないけど。役持ちだったら。いや、ガチか、釣られたわ。いやー、マジか。俺は普通に村人だったんだけどな。っていうくだらん嘘ついてももうバレてると思うけど、相方マジでごめん。俺が下手くそすぎた。うん。だろうね。ってことで、ここで俺がうだうだ話してたあれだから、今回します。まあ、一応人狼陣営勝てる希望はあまりないけど、マジで君ヘッドヘタだよな。あのね、うん、それでは終わります。あのね、夜が更けました。2番を死んだと思って釣りたいっていうふうな、あの、そんな人ね、ドヘタすぎてね、もう相切れでっから俺4黒しか打たねえよ。うん。まあ、経験積めばいいわ。自分で下手だなと思ってんだったらまだ大丈夫だ。あれね、2番を流れで釣れるならでかいけど、最終発言者でだったらいいけど、片白だったらまだいいけどね、グレイチで言っちゃうとね、何こいつ来るだねって思われて投票されるぜ。うん。夜が明けました。まあ、いいんじゃない？俺4黒しかぶち込まないから。昨夜は1名の方が亡くなりました。6、7番のプレイヤーが発言します。あ、ああ、リバーさん、結果は？2番さんの結果は5白5番さん占ったんだ。あは、そっか。4つって5つってでいいと思うけど、3黒落ちたから。あの、レーンの対抗もいないでしょ。かっこいいこと言ってね、2番の女子を守ったのは認めるがね。ヒロちゃんはね、もうね、4黒獲得したし確定でね、1か8をね、どうせ高速囲いするつもりだったからね。外れようがなんだろうな。噛まれるだろうな。女性を守るプレイをする強靭なんて言うのかな。見守りしてよ、キスさん。男性の4番は叩きのメッセ。今日生きてたら見守りね。心置きなくね、確定村人はね、ヒロちゃん叩きのメッセ。4から騎士もないのか。6騎士でいいんでしょ。俺が強靭ない以上6騎士でしょ。もう891も騎士出た方がいいと思うよ。もう2の占い値狭めた方がいい。5が黒出してるから。何にも考えないで6番勘なんだね。あの6だったらね、バーさんは友達同士だ。6グッチョブでは毎回のノリで勘なのかな。これもうやっと分かった。俺が人外だって。もう1番さんの方行きたいって発見やからな。もう今日から読み解いてやるとか、ちょっとエネルギー使うから。8番のプレイヤーが発言します。エネルギー使うから。はい、そうですね。まあ、3番さんが、5番さん、2番さんにすごい投票したがってて、5番さんのことをかばったんで、まあ、3と5はラインがあって、で、まあ、5番さんは狂人か人狼なのかなと思ってます。で、5番さんが、4番さんのことを黒って見て、で、2番さんは5番さんのことを占って白っていうことですね。まあ、もし2番さんが本当の占い師だったら、まあ、5番さん、白って見えたのは狂人だったからかなって思います。で、そうですね、4番、
5番さん、4番さん投票したいのかな。そうですね。まあ、次は5番さん釣ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、今日は4番釣り。4番釣りですね。はい、4番釣り。で、まあ、終わらなかったら明日5番釣り。で、残ってる2番さんが来るの先で終わると。で、まあ、1、2番さん多分フレンズじゃないですか。2番さんの後ろから声聞こえてきますかね。ね、まあね。1番さんも怪しいと思ったんですよ。だって、3番さんは2番さんに、1番さんは5番さんにでしょ。占い釣りする場面じゃないのにね、昨日。うん、そこ気になった。まあ4、だからね。あれなんだよね。4で終わらなかったら一人狼に見える。うん。と思いました。で、あと、初日言い忘れてたんですけど、グレー交差してなかったのが1番さんって感じですかね。はい。まあ、あとは2番さんが8、9、1のどれか占うだけで終わるんで。もし終わらなかったら話ですか。まあ、そういう感じです。8、1で騎士いるんだったら出てほしいんですけどね。まあ。もう出ないかな。多分、8、1の中では。って感じ。まあ、今日は4釣り行きましょう。以上。1番のプレイヤーが発言します。7番さんが、1と2、友達じゃないかっていうのを言ってたんですけど、全然友達じゃなくて、知ってもないんですけど、そこはあんまり勘違いしないでほしいです。で、もう、今は2番と5番がどっちが占い師かとか全然わからなくて、そこも、まあ、はっきりしていたらなって思ってます。で、3番さんが、あ、4番さん、騎士ですか？あ、はい。で、3番さんが、なんか死んでもたけど、なんか、相方すいませんみたいなの言ってたから、絶対3番さんは多分、人狼だったと思うんです。だから、この中には、多分、まあ、人狼が、まあ、一人いて、あ、いると思います。以上です。2番のプレイヤーが発言します。チャットで言った通り、5番白でした。で、今、チャットで4番と、あと6番騎士が出てると思うんですけど、ちょっとまだ、6番騎士っていうのは、まあ、でもそうなったら5番が、霊能じゃない限りわからないですし、で、6番占ったりしてないから、まあ多分5番は普通に、霊能でも、占いでもないんじゃないかなって思ってます。で、今日はグレーライン釣りたいんで、まあ、7、8、9、1らへんかなって思ってます。4番のプレイヤーが発言します。はい、いやいやいや、グレー行くも何も、もう5黒確定ですやん。だって僕、騎士で、で、昨晩、ランダムで2占って5番は2のことしろって言ってるじゃないですか。で、昨日僕を占って黒って言ってるのになんで6の役職がわかるんですか？騎士って。おかしくないですか？普通に。もうこれ5の出現ですよね。確定で5僕、人狼だと思ってます。はい。もうだから自分がびっくりしてますもん。なんで5は2を白出して、2も5を白出してるのかなって逆に俺頭こんがらがってます。どっちかに確定でいるはずなのに。なんで、もう、多分、狂人なんかな。人狼は考えづらいんか。もう確定で2、5のどっちか。自分はもう、ほぼ、もう80割、5が狂人ですね。はい。以上です。なんでもう、5しかなくないですか。なんで僕が取られるん？5番のプレイヤーが発言します。今は聞いてもらったと思うんですけど、ほぼ8割5が狂人じゃないかって言いましたね、4番のね。ね、2番があなた目線死んだったら私白なんで狂人なんですよ、 100%。 はい、これ4番の偽要素ですね。続いて6番役職ありって言いましたけど、4番さん、それじゃあ何、6が霊能で7が霊能乗っ取りとでも言うんですか？4番さん、普通に考えて6は騎士だから噛まれたんでしょ。4番さんしてるんだというと6も役ですけども、7が乗っ取りだと言うんですか？ 4 番さん。つまり、6が霊能で、7が偽霊能とでも言うんですか？
もうあなたはもう破綻してるんですよ。6番の話聞いてました？役職があるって言ってましたよね。それだからもう6が噛まれて7が出てるんだから、6が騎士でしょ。あなたは黒なんだから。もうね、役職乗っ取りをする4番で真っ黒いね。お、狼は黒です。もう試合終わります。絶対に私破綻しませんから。4つって終わらなかったら、私釣ればいいだけ。そんなことはないです。言った通り、1番、8番の女性陣は白い。そして2番ね、今回はね、まあ白は白でも強靭だったね。うん、まあ、1、2、8番さんには言っとく。この世界ね、女性の狼っていうのは確率論で低い。私の統計学は合ってる。うん、まあ4番さ、まあ最後のね、みっともない、ね、釣り逃れやめてください。うん。あなたはもう人外であることをもう言ってますね、言葉で。まあ今日4つって終わりましょう。まあ、以上です。全プレイヤーのその疑いにはどんな根拠があるのかな。ユーバーが例えば、おい、なんで俺釣ってんだよこの村。マジかこの村よ。終了しました。この村マジで俺釣ってんじゃねえよ。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。あのさ、何考えてんのこの村。発表してください。この村何考えてんの ?4 番釣れば、俺の破綻ってすぐ分かったはずなんだけど、何考えてんのこの村。大丈夫？何を信じてんの ?6 番って役職持ってるって言ってるよね。で、7番が乗っ取りだっていうのみんな。4、6、7って役職が いるよね。その中で2人役職だよね。6役職持ってるよね。で、4黒出てんだから、6、7が役職で、7が霊能なんだから、6が騎士でしょ。で、4黒なんだよ。で、村はなんで俺釣ってんの？何考えれば、俺を釣れんの？どういう進行になってんの？3黒なんだから4番を釣って終わらなかったら俺を釣ればいいんじゃない？何かその進行で間違ってんの？それとも7の偽追ってんの？マジで。この村。7新霊能だよ。で、6騎士でしょ。だから4が乗っ取ってんの何考えてんの村は。夜が更けました。まあ慣れてない村だから。いや合ってるよ。慣れてない村だけど、狼も含めて何やってんのっていう。狼も含めてマジで何やってんのっていう。4番が嘘の出まかせ言って、あのさ、9番黒だって俺はどうか思ったんだけど、9番黒だとしても俺は嘘よ。本当に私じゃないわ。あのさ、なんでそんな嘘をつく必要があるの。まあ起点聞かせた4番のプレイだとは思うけど。夜が明けました。本来の進行方法としては間違ってるよ。村は本来の進行方法としては大間違いだけど、9番のプレイヤーが発言します。何考えてんのこいつ。そうですね、こいつマジで何考えてんの、まあ、7番さんも死んじゃって、でこいつマジで何考えてんの。そうなると、今回は4番さん。あのさ、勝つ気がないんだったら、やらなくていいって、1番と3番が。下手すぎて。あの場面で4番投票できない人ってもう、やる気ないに等しいだろ。ちょっと分かんないですね。マジで正気なの。4黒ってことは俺が偽なのに、あんた何する気なの。ちょっとごめんなさい、分かんないです。こんなどう、ひどい試合、あと4番騎士じゃないでしょ。もう4番多分騎士じゃないけど。って言ってて役あのさ、もう勝つ気ないんだろ、この一番。何やってんの、この一番。皆さんの話聞いて考えます。一も三もよ、へだすぎでな、悪いんだけどな、強人として、まあ俺も遊んでっから別にいいんだけど。あのさ、なんで5番つんの、おい。5、6、9しかまともな人いないのね。4番つって、そして終わらなかったら5番つって、あと2番が下立ちした先つれば終わり話だったのに、なんでみんな5番投票してんのね。村負け確になりかけてんだけど。で、2番噛まないんだぜ、こういう。連続で釣らなきゃ負けなんだけど。自分の状況が見えてない人っていうのは、あ、俺別に勝ち負けはこだわってないからいいんだけど、はい、この1番視点どうやって勝つの？ダメだ。4釣った瞬間俺が2000になって、2番を噛まない時点であなたはもう勝てないのに、ね、2番を残して、今から説明するからしっかり聞いてください。今日は2番釣りします。マジでさ、4番さんが8、9のどちらか守ります。どうやって1番は勝つつもりなの ?1 番釣りします。4番釣りしかない。ね、まあ、せめて俺釣りでもいいけど、4番釣り苦味しかない。4黒出してる人って偽ってわかるよね。50% じゃなくて、で、2番を噛まないって何考えてんだろうって。
思うんだけど。7番さんに関しては一番当初。本当にゲームをふざけてんだったらさ、勝つ気ないんだったらやめてくれ。もう自爆していいんだけど。今日は2番釣りね。8、9のどちらか守ってください。多分昨日の守り先2番だと思うんで。8、9のどちらか今日守ってください。今日は2番釣りお願いします。1からも4からもどっち、それでも飲めると思います。その1だったら。はい、以上。1番。安定策取ってんの？プレイヤーが発言します。4行けば終わるよ、このゲーム。私も9番の意見に賛成してて。ない1番、9番がスーパーミスリード今してるから命拾いしてるだけで。はっきりしてないので。今日は、2番さんを。ゲーム的にまだ慣れてないから、俺は特に一番にグタ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 言わないけど、多分慣れてない人に、俺が説教してもしょうがないっていうのは分かるけど。今日は2番釣ろうかなって思います。本能的に分かんない。2番残して1強打れるって。何考えてる人っていうことなんだよ。チャットで言った通り、1番になって黒が出ました。本当に。今9番が俺釣ったから、多分安定進行を取って2番行くっつうから、まだワンチャン勝ち筋があるだけで。それで終わらなかったら、本当に、殺して大丈夫です。4番のプレイヤーが発言します。はい、僕はもう、9番さん、言った通り、2位に入れて自分は8、9のどちらか守りたいと思います。まあでも僕は2番で決着つくと思いますけどね。はい。なんで、これで決着つかなかったら、5番さんの言っていた、女は人狼は可能性低いっていう、まあ、あれですね、立証されるし、これで2番が人狼だったらもう5番の説は、あなたは何やってんの？リアキをプレイしてんの？関係ないと。ただのデタラメだったということが証明されますね。あなたの意思を語って生きようとしてるっていうか、村の進行間違ってるからね、4つれば俺が2世になって、1番は2番を噛まなきゃいけないのに、なんでこうさ、占い師噛まない人たちっているの？頭大丈夫って思うんだけど。もう4黒出してる時点で俺が偽なのに、俺に入れて俺を釣るわ、占い師残すわ、たまたま進行が、9番の進行が今回は間違ってるから命拾いしてるだけで。2番の遺言を発表してください。本来は4番釣れば勝ったゲームだよ、これ。村が。うん。はい。一番は、もう一番に対してぐだぐだ言わないけど、これ勝ち負け別にこだわってないから、この人はふざけてるから、いいんだけど、頑張って。一番が狼だったら、なんで二番噛まないの？この日二番残して一クローブ誰でんの？勝つ気ない？大丈夫？うん、やる気ある。進行としては4番を釣るんだよ、村の進行は。4番を釣らなきゃ、もう、まあ、慣れてない人だけど、4番釣れば勝ったゲームだよ。4番釣って、勝ったゲームじゃないけど、2番噛んでっていうゲームだよ。1番がやらなきゃいけないのは。俺でもいいんだけど、俺釣って、その上2番残すって、何考えてんですかっていう、相方だったら、ほんと、あぎれるよ。1名の方が亡くなりました。これで4番噛んでどうやって勝つの？あまりに髪がひどすぎてさ、ふざけんのもいい加減にしろよ、こいつよ。なんでこんな嵐プレイしてんの？本当に嵐みたいなプレイしてんの、これ。本当に役に立たないな。こいつ何なんだよ、マジでよ。わからないですね。ゲームできねえんだったらゲームすんなよ。なんで4番噛んでんだよ。これで終わったろ、ゲーム。どうなんだろう、ちょっと。何考えてんだよ、こいつ。なんか1番。1か8か9噛むが、なんつう噛みしてんの、この人。ゲームできないんだったらもう自爆しろよ、もう。8番さんよ、冷静に考えてみろ。2番が真に確定したからもう1つって終わるゲームなんだよ、これ。8番さん大丈夫？ 9 番が言ってくれると思うけど。怪しいのかなと思ってます。ほんと、4神して何してんだろうって思う。マジでふざけてんのかなって思う。いや、これもう1番ついで終わりだからね。うん。まず7番さんが霊能で3番人狼って言ってる時点であと1匹なのよ。で、5番さんは4番さんに人狼。2番さんは1番さんに人狼出しをしてる。あ、人狼出しじゃない。黒出ししてる。つまり、一応のどちらかが人狼なの。で、4番さん今襲撃されたでしょ？つまりもう1番が人狼確定ってこと。はい。何考えてんの？2号どっちも占い死んで見れなかった。うん、正直。何考えてんの？まともなのが6番でしたね。うん。一番うまかったのは6番です。まあ、うまかったっていうか、みんなが下手なだけだったとは思うんですが。
というわけでも8、9は1番に入れて終わりです。8番さん、1番に投票しましょう。それで終わります。1番。まあ、4、記事だったら別にいいけど、それはいいんだけど、何やってんの、こいつ。私は人狼じゃなくて、本当に。いや、君の脳内どうなってんの、4黒出して雨出して釣るわ。殺さないっていうか。新確定してる人は残すわ。4番噛んだ瞬間破綻して、あなたが黒になるのにもかかわらず噛んでるって何やってんのこの人。人狼じゃねえわ。何やってんのこいつも。ほんとふざけてんのもいい加減にしろっつうのよ、こいつよ。自分で何してんの、どこ噛んだら自分が積むってわかんないの。黒出して雨出る狂人を釣るわ。何か、何やってんのこの村。は？おい。俺な、まあ、8番何やったの ?8 番何やらかしたのこれ。8番のプレイヤーが発言します。あのさ、何やってんのこれ、8番。まあ、あのさ、9番はもう分かってると思うんだけど、8番さん、あのさ、まあまあ、言うことがないです。あのさ、とりあえず私は9番。8番さん。8-1 ちょっと勉強しろマジでよ。知りたいなって思ってます。 8が村でも勝てるわけねえじゃんこんなの。本当にもうもう負け確したんですけど、8番さん何してくれてるんですか。はい、もうこれ全員投票できないんです。で、1番さんが誰か襲撃してそれで終了なんですけど、何してくれ、投票全員何してるんですかねえ。本当八角からなんで巻き角に変わっちゃうんですかねえ。五番線の時点でおかしいですね。まあ、この人、この人、神なしするかもよ。全員投票できなくなるんだから。わかる？決戦投票の人は絶対投票できなくなるんだから。こんな勝ち方あんのが。巻き角なんだけども。あのさ、あ、マジで。8番のプレイヤーが発言します。もう、ちょっと本当にわかんないんですけど、5番さん、4番さんが、4黒が出た、俺破綻してんじゃん。7が偽しかないじゃん、俺が真になる要素。まあ、後で教えてもらったら、8番さんは。9番から教えてもらった方がいい。黒って言ったんですかね。7が心霊能であれば、3番って黒でしょ、実況もしてるから。で、4番黒出してる俺って、で、4番で終わんなかったでしょ。3、4、6、6が否定されるってことは俺破綻で、2番が真、イコール1が黒。占い師はもう2番しかいないってこと。俺はの占い師はないってこと。だから、ビア教の占い師が潜伏してない限り、2番が真だってことだな、8番さん。これね、投票がなくてもさ、この1番やらかしそう。どうせ負けゲームだったからいいけど、やらかしても。あのな、この一番の女の子な、反省しろよ、お前。ほんと、マジで。ほんと。人狼に気をつけてください。髪も含めて、マジで反省しろよ。こんな、あの、わ、わ、こんなゲームだから、まあいいんだけどさ。まあ、8番さんは、俺、まあ村だから、俺は人外だから、8番さんに説教はしないけど、もう2番しか死がいないんだよ。村の敵に殺されると9番の立場でいると俺も萎えるから、2とこで2番の方が占い師確定した盤面ってこと、要は。多分、9番が教えたらこれ。昨夜は1名の方がなんでこんなんで勝つんだよ。4番多分村で言ってんだろ。それとも 6? 人狼陣営の勝利です。もうバカすぎる。イエーイ。何やってんの？ 8 番さん、8番さん、8番さん。でしょ。抜けたし、もうマジかよ。おかしいでしょ、5番釣りとかおかしいでしょ。なんだよ、これマジで。釣りでしょ。マジ論外やって。だってさ、あれ、この時点で 5-2 が白、お互いに白出ししてるんやったらどっちか強心のラインやん。でさ、2番さんが1番さんに黒出し、5番さんが4番さんに黒出ししてる時点で4番さんが死んだってことは1番黒、2番さん死ん確定なんだよね。おかしいやろ、マジで。ほんまやばい。まあ、結果的に 5って人狼でしたよね。強人ね、強人。強人。あ、強人か。いや、さっきの、ほんまやばい。仮に、全員投票。なんだよ、この試合、マジで。7番投票。でもね、反省会で、俺が。